あぷい。こんばんは。2月19日しゃべくり松代第382回です。2月立春が過ぎてもだいぶ寒い日が続いておりましたが、日差しは確実に春らしさを増してきております。今日は春の話題、3月3日から松代で行われます松代でひな祭りにつきまして、ひな祭り実行委員長の佐藤正次郎さんと、布のミニひな作りの指導をいただきます山岸玲子さんをゲストにお迎えして、ひな祭りの情報をお伝えします。どうぞお二人よろしくお願いいたします。それでは第16回になります松代でひな祭りについて、佐藤さん、佐藤実行委員長の方からまずお話をいただきたいと思いますが、お願いいたします。はい、佐藤でございます。真っ白でひな祭りも第16回を迎えました。真っ白の町内に、各種いろいろなひな人形を展示いたしまして、3月3日土曜日から4月3日の火曜日まで約1ヶ月間、真っ白町内約90箇所におひな様を展示しております。文化財、それから公共施設、それから商店といろいろなところで真っ白ひな、ま、おひな様でいっぱいになっておりますので、皆さん、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。およそ90箇所ですけれども、実はもうすでに先日松代荘には7段飾りを3つ飾ってまいりました。それからお店によっては角屋さんももうおひな様飾ってくださっておりましたし、いくつかおひな様はもう飾られているところがあります。それでは、その3月3日から4月3日の間に行われます祭事につきまして、まず主な祭事につきましてお話をいただきます。例年、行っておりまして大変人気の布のミニひな作り、今年は今週のもう土曜日であります2月24日に第1回目、それから2回目を3月13日の火曜日に行うことになっております。そちらのご指導をいただく山石玲子さんに今日おいでいただいておりますので、いろいろお話を伺います。山石さん、今年のお人形をまず見せていただいてもよろしいですか。今年はこれになります。はい、今回のは正方形の布で衣装ができますので、比較的作りやすいかと思いますので、お出かけいただけたらと思います。はい、こちらは去年作った風になります。はい、もう何年もやっておりますので、来てくださる方がみんな毎年新しい おひな様が増えていくのがとても楽しみとおっしゃってくださっているので、どうぞ楽しみにお出かけください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。実は先日このひな祭り実行委員会の事務局の方へお電話がありまして、実はこの松代テレビがもうだいたい毎年いろいろ取材をしていただいて、インターネットで配信していただいているんですが、もう6年ほど前になるのですかね、樋口家住宅で布のミニひな作りをやっているところが流れていました。でそれをご覧になった横浜のお客様が、ぜひその皮とても可愛いので、作ってみたいとおっしゃって、型紙が欲しいというようなお電話でした。実はその型紙を差し上げるというようなことはしておりませんので、今年よかったらぜひおいでいただけませんかというようなお話をしたところなんですけれども、そのようにとても人気の催し物であります。で山井さん、当日は、お持ち物とかありますか。使い慣れた裁縫道具があったら持ってきていただけたらと思います。はい、こちらでも用意してありますので、もしない場合はお気軽にお出かけいただければと思います。はい、あと参加費が500円ですかね。はい、そうです。はい、
材料込みで500円となっております。で実は2月24日の方はもうすでに定員20名に達しておりまして、あと3月13日の火曜日の方、ぜひまた大勢の皆さんおいでいただきたいというふうに思います。で続きまして、まずオープニングに行われます流しびなについて。この流しびなは、増山神社の東側の川で流すということをやっておりますが、今年は3月4日の日曜日、まず増山神社さんで受付をしていたの、社務所前で受付をしていただきまして、お雛様を折り紙で折っていただきます。その山井さんの前にあるようなお雛様を折っていただいて、やっぱりそれを折り紙で作った、三俵に貼りまして、そして本殿で、滝沢神主様にお祓いをしていただきまして、みんなで東側の川で流すということを行います。でこちらのこれも皆さん大勢ボランティアで折り方を指導してくださったりしますので、大勢参加していただきたいというふうに思っておりますが、参加費は無料ですし、当日おいでいただいて、流すだけという方もこちらで準備したものがありますので、ご参加いただけます。それから本当に気持ちだけなんですけれども、増山神社さんの知恵餅をお土産に、そしてエコールド松代クラブの郷土食選果の皆さんが用意してくださって甘酒のサービスもあります。例年大勢の皆さんご参加いただいてるんですが、今年もぜひ大勢おいでいただきたいというふうに思っています。それからもう一つ、ひな祭り園芸会、これは春分の日に旧前島家住宅で行いますが、三味線選歌、落語選歌、それからオカリナ選歌の皆さんの出演です。落語を今年間でも松代で落語、この前に松代小学校においでになった中村先生が落語クラブを立ち上げてくださって、その後よそへ転勤されたんですけれども、松代で落語教室を開いていただいてまして、そこの生徒の皆さんが出演してくださいます。それから三味線選歌の方もやっぱりなかなかおいでいただく機会がないんですが、このひな祭りだけはおいでいただいて演奏していただいてますし、オカリナはオカリナアンサンブルアリエッタという皆さんが演奏をしていただけます。これは前島家住宅で3月21日春分の日午後1時からです。ではその他の催し、祭事なんですけれども、まず六文銭スタンプラリーについて佐藤さんお願いします。はい、このひな祭りを、皆さん楽しんでいただくために、六文銭スタンプラリーというお楽しみ企画がございます。これも約1ヶ月間、その真っ白の文化財に対して8カ所にスタンプを置いております。その文化施設の8カ所のうち2カ所のスタンプを押していただいて、真っ白は六文銭で有名ですので、六文銭のここに表示してあります、このチラシに表示してありますけれども、そこにスタンプを6箇所押していただきまして、後で、それを抽選で特賞5000円という形でもって、皆さんに提供したいと思っております。どうぞ皆さん振るってご参加していただきたいと思います。はい、文化財が8箇所のうち、まあ、最低2箇所は文化財でスタンプを押していただくということですね。はい、であと4つは文化財でもいいですし、その他のお店や公共施設でもいいということで、六文銭を完成していただいて、町歩きセンターか樋口家住宅にある応募箱に応募していただくということになります。でその他の祭事をこれをご覧いただきながら説明していただきます。ひな祭り絵手紙展示が旧樋口家住宅で3月3日から4月3日の間、これは絵手紙選果の皆さんの作品が飾られております。それから2017年松代写真コンテストの巡回作品展、こちらはもうすでに行われておるんですけれども、3月の期間中は信州松代ロイヤルホテルの方にその作品が展示されています。
松代写真コンテストというのはエコード松代クラブが毎年12月を締め切りにして写真を松代の風景や催し物お祭りなどのことを撮った写真を募集しまして、それで、およそ20点ほど入賞として決めるんですけれども、その作品がこの巡回作品展に展示されます。そして3月4日と4月1日の日曜日、香道志野流体験が山寺定山邸で行われます。こちらは参加費500円で各回10名、事前に申し込みが必要になります。また、ひな祭りミニコンサートですけれども、3月10日の土曜日1時半から旧樋口家住宅で、琴尺八専科と松代ハーモニカアンサンブル、それから木笛福寿草の皆さんの演奏会が行われます。続いて、これも毎年行われております信州松代当選挙選手権大会、これは3月11日に1時半から旧樋口家住宅で、1000円の参加費で行われますが、要申し込みです。事前に申し込みをお願いします。例年実はこれ大英寺さんで行われていた事業なんですけれども、今年はちょっと大英寺さんのご都合が悪くて旧樋口家住宅というふうに会場が変更になっております。続いて前島邸で生け花体験ですが、これは3月21日の春分の日の午前中、華道専科の皆さんによりまして、お花の生け方の体験をしていただくということです。でご自分で生けたいというお花がある方はお持ちいただくのですが、もしもお花が用意できないという場合には事前に、3日前までにエコード松代クラブの方へご連絡をいただければ、こちらで用意させていただきます。そして3月24日の土曜日、10時から午後3時半までは真田紐の手織り体験ができます。これは旧樋口家住宅で、材料費込みで500円です。そしてひな祭り音楽とお話し会は3月の25日の日曜日午後1時半から旧樋口家住宅で、語り専科のによります民話紙芝居と、ハンドベルベルリンガーズ松代によるハンドベルの演奏があります。それではその後3月31日に行われます着物で厄よくひな祭りひな巡りにつきまして、佐藤さんの方からお願いいたします。はい、私エコールドマッシュロークラブの着物専科で長をしております。その関係上マッシュロは着物がよく似合う町だということで、着物でマッシュロを散策していただこうという形でもってひな祭りのこの3月31日、終盤を迎えました、ひな祭りですけれども、そこで皆さんに、着物で来ていただいて、おひなさんを見ていただこうというそういう企画を作りました。このおひなさんを見ることで、厄除けになるのかと思いでしょうが、おひな様に厄を移すことによって、自分のこれから、健康でいられるっていうようなことで、そういうようなことが、平安時代の頃から行われてきておりますので、ぜひその着物で、真っ白を巡っていただきたい、そういうような趣旨で、行っております。ぜひご参加していただきまして、楽しんでいただきたいと思います。そんなような形です。はい、ぜひ着物で、ご参加をお願いいたします。その他の、期間中はもう大体主な事業は、皆さんにもお伝えしたと思いますけれども、まずこの事業ですけれど、佐藤さんだいぶ町の商店等にご協力いただいている事業ですよね。はい、はい、真っ白の商店の皆さんとか事業主の方にいろいろとスポンサーのご協力をいただきまして、こういった錠剤をいただきまして、こういうチラシを作っております。本当に感謝しております。こういった真っ白町内の方々の皆さんのご協力をいただいて、ひな祭りがこう再興できるということは本当に感謝しております。
この、 あの裏を見ますと、松代荘さんはこれを持っていきますと、その4月3日までの期間に限り通常入力料より大人100円引きとなっておりますね。そんなあのそういうのもついておりますので、ぜひそれから、10% 20% オフですよというようなこととか、よくこのチラシをまたご覧いただければと思います。なおこれはあの3月1日付の広報長野と一緒に松代町内は全国配布をいたしますよね、はい、ぜひこれを見て町内の皆さんもおひな巡りをしていただければと思います。それでは山井さん、最後にどうぞ皆さんに。どうぞ、あの可愛いおひな様ができますのでお出かけください。お願いします。佐藤さん、最後にどうぞ、はい、本当にこれは各種団体の皆さんのご協力あっての、ひな祭りですので、これからも真っ白を盛り上げていただき、いきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今日は第16回真っ白でひな祭りにつきまして、佐藤実行委員長と布のミニひな作りの指導を行っていただきます山岸玲子さんにおいでいただいてお話しいただきました。どうぞ皆さん大勢松代でひな祭りにお越しください。ありがとうございました。はい、ね、ひな祭り、うん、毎年やってて素晴らしい、うん、そう、だから、ね、今日はね、うん、違う話なんだけどね、うん、日本っていうか地方っていうか長野県、うん、すごい、もう一夜明けたけどね、すごい賑わい、賑わい、賑わいね、大騒ぎ、はい、ね、うん、素晴らしいね、いいね、黄色だね、うん、三田さん、黄色、黄色、ああ、黄色ね、はい、はい、ね、予告です、予告です。はいはい、わかりました、はい、いいね、はい、マッスル学講座でね、最終回っていう形で、今週の 2月の24日土曜日ね、この日暮らし、あ、違う違う、サンダーのね温暖木とね、あの関係で、笠谷先生をお迎えしてですね、サンホール松代で、あの講座を行いますんでね、はい、午後1時半からやりますんで、ぜひご参加いただければなというふうに思います。はい、はい、そんなことでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは来週の予告をお願いします。はいはい、来週の予告はですね、はい、こういう形ですね。はい、三田さんですね。これがね、82歳ね、うん、にしてね、技術指導者としてね、再雇用された。素晴らしい。うん、今84歳だったかな。うん、っていう方はちょっとお迎えしてですね、その法制に携わってね、人生ってちょっといいね、ちょっと行ってみたった、ちょっと行ってみたんだけどね、いや、そういう方でね、ちょっとお話聞ければいいかなっていう形ですね。それあの働いてるところ見た、三田さん。行かない行かない、うん、だからそれお話聞きたいなっていう形です。ね、はい、はい、だって仕事場行けないでしょう、そう、ね、うん、無理だでしょ、はい、そういうことです。はい、はい、来週はそんな形で、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは来週のしゃべる夏をどうぞお楽しみに。はい、お願いします。また見